こんにちは、田中みやびです、えー。私ですね、フリーランスで構成、えー、作家、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやってるんですけれども、えー、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、えー、私が普段生活していて思ったことを年々共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、えー、本日取り上げたいトピックは、えー、昨日、えー、2024年11月27日付で、えー、芸能プロダクションのサムデイが 破産されたということについてお話しさせていただければなと思っております。芸能事務所のサムデイさん、篠田真理子さんであるとか、藤原紀香さんが所属されていた、あとドン・コニシさんとかもいらっしゃいましたよね、が所属されてた事務所で、なかなか結構、老舗の老舗というか、知る人ぞ知るような。 立ち位置のプロダクションだったなと、えー、私もなんか、えー、まあ思っててまあ結構その実力派の方々が、えー、まあ所属されてる方々の名前を見ても分かるとおり、えー、所属されててなんか結構良い、えー、案件というか、ね、お仕事を皆さんやられているなというふうに思っていたんですけれどもで結構そのまあえー、安定した経営なのかなと思っていて。 まあ調べたところによると、えーまあ、この事務所はあの、経理が1名、社長さんが1名、経理が1名で、マネージャーさんが10名で、であのえー、彼らが所属、えー、している、えー、タレントさんのサポートであるとか、事、えー、業をやってらっしゃったと、えー、いうことなんですけれども、まああのー、で本人たち、所属されている、えー、タレントさんたちっていうのは、なかなかその、 あのまあ、急に知ったと、えー、彼ら自身もあの破産しますってことをあの直前報道の直前に知ったような状況でだから寝耳みみに水だったっていうような、えー、ことらしくて今結構その、まあ、結構業界的には私もテレビ業界に一応所属してるんで片足一歩突っ込んでるんでその身とするならば結構その大きな出来事じゃないかなっていうふうに思っててというのも結構サムデイさんって。 本当に先ほど申し上げた通り、結構その、まあ、知名度はそんな高くはないんですけれども、ま、死にのプロダクショというか、まあえーこう、結構実力派な方々が所属しているプロダクションだったんで、結構これは、えー、大きな出来事なんじゃないかなと、えー、業界内的には思ってて。で、ただ、もう一つ思うことがあるんですけれども、なんというかその、まあ、 サムデーさんの中で何があったかちょっと分かりかねますが、報道のだけ、内容だけ見ると、その YouTube の配分の方で、えー、ちょっと、えー、タレントさんとトラブルじゃないですけども、なんかあったようで、あの最初、あのー、タレントさんたちが、所、え、属、ー、タレントが YouTube を始めますってなった時に収益を YouTube、まあ、you あのタレントさんに全部お渡ししますよって契約だったらしいんですけども、途中からその、えー、まあ、ね、ある程度事務所に入れてほしいみたいな、えー、状況になったらしくって。 えまあそれがどうなったかわからないですけれどもなんかそういうような状況があってその頃からすでちょっと経営状況が悪くなったんじゃないかみたいな話も出てたんですがまあそうですよねあの今 YouTube の名前出したのはまあ僕も YouTube をやってる通り結構その YouTube とかが出てきたりであるとかまあ YouTube とか以外にも今まあタレントさん自身が発信できるじゃないですか、えー、その人の思いであるとか考えであるとか えー、一割のないい自分というかあのまあ、えー、テレビ番組に出てそのこうある一定の距離がありますよね定ビ番組と視聴者って。でテレビ番組ってやっぱり、えー、ある意味虚構の世界なんで,でまあバ、えー、ラエティ番組であれなんでやっぱりその、えー、与えられた役割を演じるのが、えー、基本的には、えー、こうタレントさんの役割だから。 ドラマでもそうなんですけれども、うん、ドラマはまさにそうなんですけどバラエティ番組のそこは変わらなくってそこにはやっぱりバラエティ番組には企画があって、えー、回す人がいてスカイがいて大所帯でやってますしそこにはプロデューサーがいたりとかディレクターさんがいたりだとかスポンサーのまあそのスポンサーはそんなに考えを入れてこないんですけれどもスポンサーもいますしお金出してやってもらってるんでお金を出,させて出していただいてるんでまあいろんなあとはやっぱりその視聴者 に向けて、なんか面白いものを作るっていうのがあるから、やっぱりその一人一人のは、やっぱりその与えられた役割っていうのを演じなければいけない部分があるんですけれども、やっぱりそれが YouTube とか SNS になってくると、まあパーソナルな自分っていうのを出せるから、本当の自分の姿、本当の自分の姿っていうんですかね、うん、なんか素の自分っていうのをどんどん視聴者とかに発表していきますし、で、まあ、それがむしろそっちの方が受けが良くって、 あの再生数とかを稼いでしまったり再生数を稼いであのまあ正直そのテレビにで単発で出ていったりとかレギュラー番組としてなんか出ていったりするよりかは。 の YouTube の方とか、えー、SNS の方があの案件とかの方が、えー、当たったりしたらでかい再生回数も当ったら大きな収入に入るんでなんか、えー、そっちの収入の方が上回ってきちゃったりとか、まあ、収入以外の面でもなんか自己プロデュースすることができるようになったんで YouTube であるとか SNS が出ることによって。なんでその正直、えー、申し上げますとその、まあえー、タレントさんと事務所の関係性っていうのがやっぱりその変わってきている影響もあるんじゃないかなと思うんですよね。 今その、まあ、昨今、特に2020年以降とかから、まああのー、女優俳優さんであるとか、えー、芸人さんもそうなんですけれども、なんかこう、どんどん事務所から独立していって、えー、自分でやりますっていう人が増えてきてるじゃないですか。特にまあ俳優さんが多いですよね。もう、えー、独立して個人事務所を作って、えー、それで自分でやりますっていう。まあ、た、えーまあ、多分マネージャーさんとかはどこから見つけるたりとか、えー、以前所属していたプロダクションから引き抜いて、 でなんか二人三脚でやっていくっていうような、えー、形も多いと思うんですけども個人事務所を作ってやってるっていう形もあると思うんですけどやっぱりそういう風なのが今後なんていうか、えー、主流になってくるんじゃないかなって私自身は思っていてなんか窓口がどんどん、えー、増えていくあのこれまでってやっぱり芸能、えー、あの芸能人の方ってタレントあの俳優さんであれ、えー 芸人人さんであれ、えー、文化人でああれ文化やっぱりそのある事務所とかに所属しないとなかなかその、えー、テレビ局から仕事を依頼されるっていうのは難しかったっていうかテレビ局自体もこの個人とどうやって連絡を取ったらいいんだろうっていうような、えー、欲出てほしいのは彼女彼ら彼女もしくは彼なんだけれどもちょっとその連絡先がないとわからない。 だったら、まあ、事務所に所属してたら、あ、じゃあ、ここに連絡すれば、えー、この人につないでもらえるんだっていうような、えー、形でやってたと思うんですけれども、今は、そのもう、えー、まあ、タイムさんがもうやっぱり、えー、自分で SNS とか持って DM 開放してたりとか、人によっては。で、まあ、あの、メールをもポンって載せとけば、ここに連絡くださいみたいなことをつなげば、しておけば、まあ、やっぱり、 え直で行けちゃうからやっぱりえあの局とかあのテレビえ仕事を頼みたい側からしてもなんかそっちの方がえそのプロダクションを通すよりかは便利だったり早かったりなんか本人の意思決定とかがえすごい迅速に行えたりするからなんかどんどんそのまあ正直申し上げますとえめめあの大所帯の事務所であるとか,え事務、えー、なんかプロダクションにあのマネジメントしてもらうっていうメリットっていうのが徐々にその。 えーまあえー、薄れていってるのまあちょっと僕はあの、えー、マネジメントしてもらったことはほとんどないので今までの経験ででやっぱりその、まあ、文化人枠とかってなんか事務所に入ったこともないからもちろん憶測でしか語れてないんで恐縮なんですけれどもやっぱりその最近の独立とかが多いっていうのを見るとやっぱりそういう流れってき、えー、ているんじゃないかなと思っていて今後どうなるかっていうとやっぱりその。 えー、アメリカとかかに近づいいてくるのかもしれないですよね、えー、アメリカってあのハリウッド俳優さんとかっていうのは、まあえー、事務所一応所属してれば所属してるんですけどですけど,どちらかっていうとその作品ごとに契約を結んでるような感じであの、まあ、事務所に入ってる人もいるかと思うんですけれども日本的なただそのやっぱりその自分で、えー、エージェント、えー、を見つけてきてそのエージェントにこの作品はマネジメントしてもらうとか えー、こ,のこの期間はこのエージェントさんに、えーマ,ネえー、マネジメントして仕事を調整してもらうとか撮影の日程やるとかスケジュールやるとかっていうのを調整してもらうまあやっぱり、まあ、基本は個人っていうかあのタレントさんってあの会社によってはその社員扱いなので、えー、月給制だったりするから、まあ、ほとんど社員と変わらないような立ち位置なんかこうやっぱり組織の人間として見られているんですけれどもじゃ事務所によっては。 やっぱり、あのー、ハリウッドとかになってくると、えー、そこはその、まあ、自分という個人があってそこに、えー、マネジメントしてもらうっていうなんかこう組織の中の一部であるか、えー、自分が一人で自分が全体でやってそこで。 誰かどな誰かがサポートしてもらえるか否かみたいな部分になってくるんでやっぱ日本もそういう形にどんどん近づいていくんじゃないかなって私自身はちょっと思っていてまあこれにはそのいい面もある,とあるし悪い面もあると思うし、まあ、どちらもあると思うんですやっぱりいい面だったらやっぱりその、まあ、タレントさんからしたらその取り分が増えるっていう可能性も大きいですよね。ああととややっぱりり自分のやりたい仕事であるとか あの自分のキャラっていうのをどんどん、えー、自分は本当こんな人間なんですっていうのをどんどん出していくっていうのがことができるようになってくるっていうのは一つ、えー、いいことなんじゃないかなっていうふうに、えー、思うしそのまあ、えー、縛りがなくな縛りがなくなるんでこんな仕事があればこんな仕事もやるしここはちょっと休みたいですとか。 えここはむちゃくちゃ働きたいですみたいなことがもう自分個人なんだからいろいろできると思うからそれはすごいいいことだと思うんですけれどもやっぱりその自己プロデュースって上手い人と下手な人って絶対いると思うんですよあの事務所にまあどことは言わないですけれどもえ事務所にマネジメントをしてもらってたからこそあの客観的なそうやって客観的な視点なんですよねマネジメントが入るってマネージャーさんってすごい人を見る目のプロだったりもするんでスターを見抜く 原石を見抜くプロだっったりするから芸のマネーージャーさんってあの大手の事務所に所属してる方の,の大手の事務所で働かれてるマネージャーさんとかってこの人はこうプロデュースしたらこううまくいくみたいな絶対的な理論と哲学があるから多分そこに当てはめるっていうのが。 えその,その,あの例えば誰かをスカウトしたとしてそのスカウトされた人にとっての道筋だったりするんですけれども成功の道筋だったりするんですけれどもでそこにやっぱりその自分の意思とかっていうよりもやっぱりそのマネージャーさんであるとか事務所の方向性であるとかっていうのがあるからででなぜその方向性を作るかって縛るためじゃなくってその人をあの成功させるためにはこういう本人はこう本人の素性はこうだけどこういう。 感じで売っていった方がいいっていうようなやり方になってくると思うんで、で、それがうまくいく人って絶対いるんですよ。だからこそ売れた人であるとか、だからこそ有名になれた人とか、お金を稼げになった人っていると思うんですけれども、で、それが自分一人になった時もできればいいと思うんですけれども、その世間の求めている、例えばジブコプロデュースをしたとして自分で,で、世間の求めているそれ、その人に対するそれじゃなかった時とかって、 やっぱりその、うまくいかないというか、やっぱりその、外れてしまうというか、失敗するリスクっていうのは増えてしまうよなっていうふうに思うんで、やっぱりその、マネジメント、今後その芸能界、の事務所とタレントの関係性が変わるっていう意味では、もう、いい面もあれば、悪い面も、なんか両方出てくるんじゃないかなと思うし、まあ、それはそれでまあ、こう、一つのあり方としていいんじゃないかなと思うし、今後はまあ、どちら、まあ、しばらくはというか、まあ多分、え、ー 長い期間はあの、まあ、旧来型の芸能事務所に所属して、えー、一、えー、その社員のような形でやっていくっていう人と、えー、最初から自分でやりますっていう人とというような形でどんどん二極化が進んでいくんじゃないかなっていうふうに、えー、私自身は、えー、思っております。 えー、ちょっと専門的なお話になってしまったかもしれないですけれども、えー、皆さん、えー、この動画、えー、ご視聴いただきましてありがとうございましたもしこの動画良いと思った方は高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは